一つにして、それを声を一つにして選手にしっかり届けよう。その前にちょっとね、一言ちょっと。皆さんこんにちは。本日は、たくさんの、方に、安倍トヨタでありますが、集まっていただきましてありがとうございます。今、鹿島アントラーズの方で、運営をやっております、私大沢と申します。大沢選手は、今週スタジアムで不公開練習をして、この試合に勝つために、精一杯努力してきました。あとはここにいる皆さんの声で選手と一緒に戦って、厳しい状況ではありますけれども、しっかり勝って残留を決めて天皇杯に向けても頑張っていきたいと思いますので、ここにいる皆さん、今日も熱い声援よろしくお願いいたします。吉田と申します。じゃあ僕こっちで申し上げます。まあ、そんなのどうでもいいけどさ、何が何でも今日勝って倒せ。私のさ、声で選手を一つにしてみんなでか、絶対勝って帰るんだよな。どんな形でもいいんだよ、みんなの声でさ、選手を後押ししようよ。ナビスコの時、選手はさ、今年苦しいシーズンだったから、サポーターにさ、どうしても優勝させてあげたいと言ってたよね。コメント見たよね、そういうコメントね。でもさ、俺たちってさ、そういうんじゃないじゃん。こういう苦しい時こそ俺たちが支えなきゃいけないんじゃないの。そうだ、そうだよね。絶対に一人一人の気持ちって絶対大事だから、一人一人の声をさ、しっかり選手に届けようよ。太鼓が鳴ってなくたっていいプレーに拍手しよう。いいプレーをした選手がさ、もっと呼んでやろうよ。いいぞ頑張れとか、そういうのも応援だし、絶対に伝わるから。最後の時はもちろんさ、一人一人頑張って俺たちの気持ちをさ、声に乗せてさ、選手に伝えよう。それで今日1時間半前に選手がね、いつも芝チェックしてくるよね。その時から俺たちの気持ち見せようよ。いつもと違うっていうのをさ、選手に見せつけようよ。それで俺たちの声で選手の心を奮い立たせようよ。俺たちの声で選手動かそうよ。俺たちならできるよな。できるよな。ガッシーマントラ。